今日もシルバー川柳お届けします。それではどうぞ。メガネかけ、メガネはどこだと妻に聞き妻じゃない、私自身もでもてかここに置いたから一生懸命探しててかけ取ったりするね。あるある、あるあるわ。当たったりしたらあると思うよ。はい、次いきます。100歳を世話する娘、喜寿迎え。そうやね、それはもうだいたい今みんな長生きやからね。はい、次いきます。手を引いたつもりが孫に手を引かれ、うん、そうなんよ、今がもうそうなって全くその通りです。はい、まだ古希か、ベージュの兄は軽く言う、うんうん、健康に粗食が合うと手抜き妻、うん、そう、そんなんかね。はい、資産家は再起に親戚どっと増えそう、いうことはよく聞くね年を取り美人薄命嘘と知る、うん、旅行好き行ってないのはメイドだけ、まあ、それはもちろんそうでしょう。年賀状書かねばあの世と噂され、うん、飲め飲めと差し出されるのは薬だけ年取れどなぜ口だけは年取らぬ、うん、そうかね。来てやったもらってやったで50年飲んだっけ、ちり箱のぞき確認し、うん、まあ薬ね。ともしらが、はい、まっぴらごめんと妻茶髪、うん、長寿者に秘訣は何かと医者が聞き、はい、オレオレと名乗って妻にすぐ切られ、電話、電話でね、あ、電話ね、うん、あ、なるほど、電話でオレオレって、ね、あ、名乗って妻にすぐ切られ、うん、こんにちは笑顔で答えて名を聞けず、うん、そう、もう名前忘れるもん。今日の川柳は以上です、はい、それじゃまた、はい、続編をお楽しみに。このチャンネルでは88歳あっこばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。